はいえな、ー、さんこんにちは DZH フィナンシャルアッチの和田ですえ十、ー、月の二十四日のですね火曜日ですねえー、午後の二時三分ぐらいになりますけれども SBI Fx ニュース始めていきたいと思います。 まあ、昨日ですけれども、ニューヨーク市を入りまして、アメリカの長期金利が急上昇の後の暴落と言ってもいいほどのです、ね、急低下という形となったんですね、えー、こちらを受けまして、アメリカの債券市場のです、ね、乱高下を受けて、為、え、替、ー、市場では値で、ね、幅こそあまりなかったんですけれども、ドルが全面的に売られると。 いう形となっていますどれ、えー、も直近の安値を抜けて下押しをするという形になりましたまあただですね値幅としては限定的となっていまして今日も東京市場一旦はさ、えー、昨日の安値をですね下抜ける場面がありましたけれども小番になりまして株価が今プラス権を回復しているんですけれどもこういった動きにつれてまた再び下値を切り上げるなど方向感の動きが全般的にはついているという形となっています、まあ、そこら辺もう一度ですね詳しく見ていきたいなと思います はい、えー、こちら見てもらってっますのが昨日、一日通してのトレンドコンチャートですけれども、昨日は週明け早朝のオフセア市場、ニュージーランド市場が休みということもあって、全くマーケットがですねかすかというような、えー、流動性のない状況だったんですけれども、朝方4時ぐらいから始まりましたニオフセア市場で場外乱闘的な動きがありました、150円の11をつけたと思いきや、149の74まで値を下げるなど、まあ、かなりですね、えー、こちら、マーケットがない中でのレンジを作ってしまったというところだったんですが、 東京税がきちんと入ってきた後の安値が149の78、その後の買い戻しも149の96までにとどまるという状況となって、ほぼほぼ9円台の後半でのですね膠着状態ということが続きました、そして欧州税が入ってきますと、アメリカの長期金利、先週末の終わり値が10年さりまりで4.9137%だったんですけれども、一気に5%台まで上昇なんですね。 5.0187%まで10ベースという大幅な上昇となる中、ドル円も買い戻しが入るんですけれども、やはり149の99までと、結局150円をつけることができませんでした。150円にはは今週いいっぱいですねやはり まあかなりですねまとまった規模のオプションですね、こちらがいろんな種類のオプションが150円頂点設定されているということもありまして、なかなか抜けきれないというところ、そして介入への警戒感も手伝いまして、こちらですね、金利が大幅な上昇となったにもかかわらず、149の救急で頭を抑えられてしまったということになりました。しばらく149円台後半でのもみ合いをしていたんですけれども、2億世が本格的に入ってきますと、今度はですね、今度は一 転して5.0187%まで上昇していたアメリカの10年差の周りがなんと19ベースを超える暴落になるんですね4.8270%まで急激な低下に転じますこちらに関しましては市場ではですねある、えー、ツイッター今 X と呼んでますけれどもこのツイッター上でのある著名投資家のですね一言がきっかけとなったと言われているんですね ビル・アックマンというですね債券の著名な投資家がいるんですが、彼が自身のツイッターの中で、ウィー・カバード・アワ・バン・アワ・ボンド・ショートと、こういったですねツイッターをつぶやきました。要するに、我々は、我々の持っているですね米債券、債券のショートポジションをカバーしたと、要するにもう買い戻しもしましたよということを、ですね一言ぽつりとつぶやいたわけです。 で市場では5%、10年債利回りで5%というですね。<laughs> かなり節目のところまで大台替わりをしていたというところで、少し一定のですねやはりこの達成感というものがあったわけですけれども、実に2年債が5%いったときもありましたね。2年債が5%いった直後から、ディグイの債券の買い戻しが入って、急激な2年債の低下に転じたんですけれども、それと同じように、そういったですねこの機運が高まってきている中で、一気にこのビル・アックマンというですね、この 債券の著名投資家がもうショートカバーしたよとこういったつぶやいたわけです。それをきっかけとしまして、怒涛の債券の買い戻し、踏み上げ相場に転じてしまったと、こんな状況なんですね。まあ、非常に神経質だということがわかりますけれども、こちら、5.0187%から19ベースの急激な低下、4.8270%まで。 金利が低下する中でドル円も当然のようにですねドル全面的に売られる状況となりましたので149の 56, 56までですね値を下げるという形となったわけです、まあ、ただ149の5699から56ですから値幅的にはほぼほぼあまりないとこんな状況になっています引けにかけましては149の72まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けるという形となりました そして今日の東京市場なんですが、見てください、こちらです。今日の東京市場、朝方から実需の買いが入りますと、149の7級まで本日の高値を、戻り高値をつけるんですが、その後はですね、中根付近で輸出の売りが持ち込まれました、そして、寄り付きから210円を超える上昇となっていた日経平均が、一気にですね、戻り売りに押されて展開となりまして、450円安まで、一気にですね、高値から660円。 えーえー、約円のです、ね、急落になるわけですねこの株価の急落も手伝いまして昨日、安値の9円の56を下抜けて一時149の50の安値まで値を下げるという展開となったんですがその後は見てくださいまた一転して買い戻しの動きとなっています。今の67まで上昇 日経平均がです、ね、450, 円450円近い急落となっていたんですが、今5はです、ね、50今55円高まで、またプラス圏を回復してきているんですね。お昼おお昼頃にえホワイトハウスの方が表明しましたえバイデン大統領です、ね、こちらがイスラエルのネタニヤフ首相とです、ね、改めて協議すると、こういったことを表明しています。米国がガザイスラエルのの、ね、ガザ地区への 軍事本格的な軍事侵攻を遅らせるために今、努力をしているというところではあるんですけれども、ガザへの人道支援を強調してですね、また表、えー 表明するとまあ、こういったことが報じられまして少しリスクオン的な動きですね株価が急速に買い戻しの動きとなっている中でドル円も149の67までね下値を切り上げているという状況ですまあ、基本的には狭いレンジではありますけれども非常に方向感はですね未だに出てきていないというところですこちら日足のチャートで細かく見ていきましょう どれにですねパッと見たところではなかなかやりようがないような状況になってますけれども、とりあえず昨日、早朝のお正話市場で150円の11をつけました、ただ、何と言いましても3日の高値150円の16ですね、ここを抜けるかどうかというのが非常に重要になってきているというところでしょう。そして下サイドなんですけれども、こちらもかなり重要なポイントに来ています、今日の安値が5万9円の50だったんですけれども、こちら見てください。えこちらがですね 10月の18日のこちらの安値です。18日の安値が149の4 9でした。そして非常に重要となっています1目の転換線上がってきているんですが転換線が149の48なんですね。ですから今日の安値の5018日の安値の4 9転換線の48と1線刻みというかなりのですね、まあ、マニアックと言いますか。 ああ一線刻みで何だというようなことになると思うんですけれども、そうは言いましても、それだけ値幅がない中でのですね非常に重要なサポートレベルということになっているわけですから、ちょっとここら辺もですね気をつけなければいけないというところでしょう。そして、えー、ですね、えー ユーロドルの方も確認しましょう、こちらです。ユーロドルに関しましては、昨日は一転一気に買い戻しの動きという形となっています。欧州時間、アメリカの長期金利ですね、こちらが上昇した局面では1.0591まで値を下げる場面があったんですが、一気にアメリカの金利が急激な低下になるにつれまして、1.0678まで買い戻し、10月12日の1.0640という戻り高値があったんですが、そこを上抜けて上昇しました。 そして今日の東京仕様なんですが、今日も非常に底堅い展開ですね、幅はあまりないんですが、安値が1.0665、そして戻り高値が1.0687ですね、昨日の高値の1.0678をわずかですけれども、上抜けて高値圏での今、もみ合いが続いているということになっています。こちらも東のチャートで確認しましまょう。 ユーロに関しましては6月10月の12日の1.0640というのはかなり重要な戻り目処理だったんですがこ,こを上抜けてきています。こうなりますと今度はこちらですね、10月の、えー、20日の高値1.0737ですとかあと非常に厚い雲があるんですが雲の下限の1.0747。 こここういいったととろろですね丸ならならがまた再びですね頭を抑えるとという形となります、まあ基本的には先昨,昨日はですねアメリカの金利が乱高下をしてした末に急激な低下まあ暴落といってもですねいい表現ですけれども金利が19ベースという暴落になったわけです。それを受けましてですねこちら買い物動きになったんですけれどもこの動きが続くのかどうかですね非常に今今日あたりの動き アメリカの金利の動向にかなり注目が集まるという形となりそうです。はい、えー、それではあ今日予定されてますもの経済指標を確認していきましょう。はい、えー、こちら見てもらってますが、今日予定されてますもの経済指標です、えー。今日はですね、欧米の製造業のえと、ー、サービス部門のいずれも P.M.I. の速報値が発表になります、えー。まず4時15分がフランス、4時半がドイツ、そして5時がユーロ圏。 そして、えー、ですね、えー、5時半、えー、5時がユーロ圏で5時半がイギリスですね。そしてニューヨーク市場入りまして、10時45分がアメリカの10月の製造業サービス本の PMI の速報値がそれぞれ発表になるという形となります。そしてニューヨーク市場はその後11時に10月のリッチモノレンギード連銀製造業景気指数も予定されています。そして、えー、翌2時にはアメリカの2年産の印刷が実施されますね。 今週は今日が2年祭、明日が5年祭、あさってが7年祭と3日続けてアメリカの債券の入札が実施されますので、なんと言いましても乱高下が続いていますですね、こちらのです、ね、アメリカの債券の値動き、こちらにかなり神経質にです、ね、注目がしなければいけないというところです。そして今日はインドが窮状扱いという形となっています。 まいずれにしましても、このあと、まだ株価の方ですね1時間ほどありますけれども、日経平均、急激に買い戻しの動きになってきています、今、74円高、そしてドル円もですね今、68、69あたりまでまた戻り高値を更新しているという形となっているんですけれども、非常にそういった意味もあって、この海外市場のですね株価の動向や金利の動向ですね、こちらを注意深く見ていくということになりそうですそれでは今日の解説をいたします。